フィアットはチャリティ団体レッドと提携し500シリーズの特別使用者を発表赤一式のデザインが特徴500シリーズが赤一式にフィアットは世界的なパンデミック対策のために設立されたチャリティ団体レッドとのパートナーシップにより欧州の500シリーズにレッドエディションを設定した全モデルでレッド一式のデザインになる価格は マイルドハイブリッドの500が16,435ポンド、約260万円から EV の500が22,995ポンド、約360万円からクロスオーバーの 500X が24,125ポンド、約380万円からとなっているボディカラー、ロゴ、ミラーキャップ、アルミホイールにレッドのカラーリングが施されているインテリアでは レッドのダッシュボード、専用フロアマット、アルミ製のアクセルペダルなどが採用されている。シートには、海洋回収された、リサイクルプラスチックが使用されている。標準では、運転席は、レッド、助手席はブラックだが、どちらかに統一させることもできる。また、ハッチバックモデルには、ブラックのパノラミックルーフが用意され。 レッドのロゴがピラーに配置されている。レッド限定の特別な付属品もエントリーモデルの500レッドは 71PS の1.0リットルマイルドハイブリッドガソリンエンジンを搭載。ドルチェビータ仕様をベースにクロームメッキのフロントグリル、クロームメッキのドアハンドル、アップルカープレートアンドロイドオートを搭載した7.0インチ。 インフォーテイメントタッチスクリーンを装備している EEV 仕様の5 0 0レッドでは最高出力 96PS と航続距離 190km のものと最高出力 120PS と航続距離 320km の2種類のパワートレインを選ぶことができる5 0 0 x レッドはクロス仕様をベースに19インチのアルミホイール7.0インチの インフォテインメントタッチスクリーンを装備している。欧州では、現在、各モデルの受注を開始している。購入特典として、ハンドサニタイザーディスペンサーや専用キーカバーなどが、付属する。さらに、フィアット c e o のオリビエ・フランソワとレッドの、共同設立者である、ロックバンド、U2 のボーノのサイン入りメールが送られる。レッドとのパートナーシップの一環として、ィアットジープ、 ラムの3社は、今後3年間で400万ドル、約4億5000万円以上の寄付を行い、世界的な新型コロナウイルス及び HIV、AIDS のパンデミックとの戦いを支援する。